ございます。きよみです。今日は韓国2日目の朝です。今ホテルを出て、でこれから今日はミョンドンに行きます。今タクシー待ってます。今タクシー乗った。あれホテルから見えたやつだ。なんか見えた。うん、お風呂、非常に今ちょっと見えなくなっちゃった。ソルロンウッタン食べに行きます。
ミョンドン通りに来ました。噂のオリーブヤングです。初オリーブヤング行ってきます。買い物しまくったオリーブヤングと、あとはナイキじゃなくてコンバスとかいろいろ一緒に買い物を巡りしてミームとか見て、で今カンジャンケジャンを食べに来ました。
はい、ここからはアフレコ入ります。お店がね、音楽すっごいかかっているので、このお店の方におすすめしてもらったケジャーの殻のカニのね、殻の中にこのご飯を入れて混ぜて食べるとすごい美味しいよとおすすめされて、こちら一生懸命ね混ぜ混ぜしてます。はい、結構真剣に長い間混ぜ混ぜしてました。でももうお店にね来てたお客さんみんなこうやって最後ケジャン食べた後カニの甲羅の中にご飯を入れて食べてましたね。はい、混ぜられました。はい、早速食べてみたいと思います。お味はというとめっちゃ美味しいです。あれビジョンがほらあそこで映ってる、あの大きい、うん、あんな大きい、そりゃ渋谷みたいになってる。なんかここなのメインだよね。今からトンデムに向かいます。今ね、なんと11時45分なんですけど、全然ね、全然みんな眠れない街って感じです。起きてますね。で、夜ご飯食べてないんですけど、今日は屋台で食べてみたいなと思ってるんですけど、
ちょっと見すぎて全然ご飯食べてない。おろしのあるビルにお洋服屋さんたくさん入ってるところに行ったんですけど、これすっごい狭いスペースで店舗があって、で何百となんか袋詰めしてあって、もう床になんかすごいいっぱいもりもりこれとかね、すっごい置いてるんですよ。外に出て、外にもなんか屋台みたいな感じでお店がたくさんあって、すごい本当夜中まで本当に賑わってました。こちらからタクシーを一生懸命拾ってかなり待ってやっと乗せてもらいました。はい、ただいまお部屋に帰ってきました。なんとただいま1時です。眠らない街韓国、朝までお店やってるって言ってたから行ったら閉まってました。今日はすごい、まだご飯食べてないですけど、これから食べたいと思います。